アイアンレディが大変印象深い映画でありました。 I have done battle every single day of my life、まあ、このセリフが未だに、心に残っております。今や東京国際映画祭もアジアを代表する映画祭として大きな注目を集めるまでに至ったと思います。アジアの若者たちがこの東京にやってきて、そして世界に向けて発信する、そして世界の人々はこの東京に来ればアジアが分かる、そんな映画祭として成長してきたことを本当に嬉しく思います。日本の大きな、まさにソフトパワーである映画に誰でも力を込めていきたい、応援をしていきたいと思います。